こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はバーゲンに行ってきたんですけど、購入品を紹介したいと思います。お願いします。乱入してます。はい、まずあらら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 、はい、まずはこちらです。ズボン、じゃじゃーん。これほら、膝が今流行ってる、ちょっと前まで流行ってる、ほら膝が空いてるタイプで、切りっぱなしのやつです。ずーっと狙ってたんですけど、ジーナシスさんのやつです。それが5400円でゲットしました。安かった、イエイイエイ。今回はちょっと大人っぽい服がたくさん欲しかったので、これもスナイデルさんなんですけど、ちょっと短めのニットを買いました。タートルネックです。値段ちょっとわからないんですけど、忘れちゃったんですけど買いました。可愛い色です。でズボンも買いました。これとちょっと合わせれるかなと思って、こんな感じのズボンを買いました。ビヨーンビヨーン。で裏もゴムがついてて、いい感じの可愛かったです。試着したんですけど、これもカーキーなんですけど、これ合わせてきたら絶対可愛いなと思います。でこれは合わせてインスタに載せるので、コーディネート見てみてください。今年は20歳になるので、とスタージュエリーでずっと欲しかったこの指輪を買いました。欲しい。これもまたどこかにあげますね。ちょっとお高めなお買い物です。自分へのご褒美に買いました。まあ、ちょっといい香りにしたいので、で香水がもうなくなっちゃったので、こちらを買いました。これはシャネルのなんですけど、チャンスボディモイスチャーのボディ用の乳液なんですけど、これはをちょっといい匂いな女になりたいので買っちゃいました。また可愛いね、乗ってきちゃったんです。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。